はい、前川です。今回なんですけども、質問にお答えしていきたいなと思います。ちょっと読みますね。ですね、質問なんですけども、完全予約制でキャンセル料を取りません。直前でキャンセルをされるため、キャンセル待ちの人や、入れるかもしれない患者さんを急に入れることができません。キャンセルされない方法や、キャンセルになるのは分かったら時点で早めに連絡いただける方法が知りたいです。っていうですね、質問をいただいております。ありがとうございます。これはですね、めちゃめちゃ簡単ですね。ルールを作ってください。ルールを作る。これはね、ルールがないからそういったことが起こるんですよ。なので、キャンセル料取ってないというのは方針なのかもしれないですけども、それはあまりよろしくないですよね。キャンセル取らないと当日とかだったら、もう枠押さえてるんだから。旅館とかでも、ホテルとかでも、当日キャンセルってほぼほぼ取られるじゃないですか。だからね、そういったルールを作られたらいいと思います。まあ、それでもですね、まあ、そのキャンセル取るのがどうのこうのっていうのであれば、もう諦めるしかないんかなと思いますね。うん。あとはですね、もう予約いっぱいなんで、当日の変更とキャンセルはもう極力遠慮願いますよ、よろしくお願いしますっていうのを言い続けたら、やっぱりですね、いい人多いのであれば、減ってきます。だからまず言うことですね。言うこと。そしてしっかりとルールを作るっていうことをやってみてください。本当にそうすることね、ガラッと変わりますから。ガラッと変わる。なんかこう、こんなん言ったら嫌がれんちゃうかなとか思うかもしれないですけど、逆でルールあるところの方が人は集まりますよ。ルールあるところが人が集まる。ですね、見てる方ね、ルールない国に行くのってどうですか？怖くないですか？ルールないところに行くのって。でも、ルールある場所に行くのってなんか守られてる感じするでしょ？だからやっぱルールあるかないかってね、ルールある方が絶対にいいんですよ。そして人は、もう縛られたい生き物なんでね、楽したい生き物なんで、もうルールあるところにそのルール乗っかっちゃった方が楽なんで、ルール明確なところに人ってのは集まりますので、ぜひですね、キャンセル。困ってる方とかは、ルールをしっかり作ってあげてください。そしてそのルールをしっかりと伝えてあげてください。そうすることですね、患者さんも、あ、そうなんだ、そりゃそうだよな、っていう感じで納得してですね、ちゃんと皆さんのルールを守って、通っていただくことができるようになります。はい。そんな感じで、今回の質問にお答えしていきました。参考になったでしょうか？ではまたですね、次回もお楽しみに。さよなら。